はい、P ライン、これはちょっと普通のターコ糸なんですけども、ちょっと見やすいように太い糸を使ってます。で、こちらがまあ、リーダーですね。フローラインとかナイロンラインとかいろいろありますけども、これと P ラインの結束の仕方、FG ノットなんですけども、ちょっとこれ簡単なやり方が、シマノの堀田さんという人のやり方であったので、これちょっとやってみたいと思います。でまず、道糸から出ている、P ラインを口で噛んでもらいます。で、しっかりここを張った状態で、このリーダーの部分を上からのしてもらいます。上から P のところで10時になったところでしっかりここを持ってください。で大体もうこの、リーダーの端糸は15センチぐらいでいいです。別に短くでも大丈夫です。で、ここの、上からのせたこの糸端っこのリーダーの端っこの方でこの P ラインをこう下こういうふうにでこっちからもこうこれで2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回でこれをずっと繰り返します。大体まあ、エギングとかでしたら、まあ、そんなに数はいらないんですけども、ジギングとかの時はこれを20回30回40回って長ければ長いほど、結束強度が上がります。で、大体エギングとか使っても大体15から20回ぐらいやってもらって、最後は、手前の方から、本線向きに合わせてもらいます。で、この PA の端っこの方で今度はハーフヒッチ1回やります。でこの状態で、ちょっと糸が太いになりますが、もうこれで仮止めできてますんで、引っ張っていくと、この、結んでるところが、締まっていって、コブが小さくなります。ちょっとこれ糸が太いんで、ちょっとコブがいびつになってますけれども、あとはこれでもうハーフヒッチを何回かやってください。ちょっとやりにくいんでこう端っこを切ります。でも1回やってるだけでも仮のやつはできてるんで、あとはハーフヒッチを、3回4回こんな感じでやってもらって、これだけやったらもう絶対抜けません。この糸とリーダーを持っても絶対抜けませんので、もうこれで完了です。あとはもうこの端っこのリーダーの端っこをちょっと残して切ってもらって、ここを刃で噛んでください。刃で噛むことによって、糸の表面が潰れますんで、もし、強い力で引っ張られてもこの PE の、編み込んでるところ抜けにくくなります。で、あとはこのB の端糸を、ある程度の長さで切ってもらって、ここをライターとかで炙ってコブを作ってもらいます。それでもう抜けませんので、これが簡単な、B の FG ノットですね。B とリーダーの結束の FG ノットとなります。